皆さんこんにちは、キミナです。今回はチェーンソーマンのマキマさんのウィッグを作っていきたいと思います。使っていくウィッグはこちら、クラッセのストレート80センチの色がレッド16番のものを使っていこうと思います。開けていきます。マキマさんの色が作画によってバラバラなんですけど、私的にはオレンジと赤の中間色かなと思ったので、こちらの赤とオレンジが混ざった髪色のものを選びました。こんな感じで絶妙な色もあるので、色選びに悩んだらクラッセさんで選ぶことが多いです。マキマさんは三つ編みなんですけど、ちょっと長さがどれぐらいになるかわからなかったので長いものを選びました。ではウィッグ作っていきたいと思います。どうぞ。まずは折りたたんでいた時についた癖をアイロンで取ります。簡単に三つ編みをしてみて大体の長さを見ます。長さを決めてハサミでカットしていきます。左右の長さが合うように長さを合わせます。串で前髪にするところを取り分けます。目にかからないギリギリくらいの長さに切ります。前髪の上段を取ってダッカールで留めておき、下段をすきばさみですいていきます。すいたら櫛でしっかりいらない毛を払って、ハサミで長さを調整していきます。上の毛を下ろしてから毛先だけすいて長さも整えます。櫛でサイドの毛と後ろの毛を取り分けます。短い毛が邪魔だったのでこれも前髪にしちゃいます。中の方をすいていきます。櫛で解いて毛先をすいたら前髪のカットは終わりです。アイロンで内巻きにしてセットをしやすくします。サイドの髪の毛を好みの長さにカットします。それから毛先をすいていきます。サイドの髪の毛を留めてから後ろの毛の下の方だけ残して、あとは上に上げます。それから結構がっつりすいていきます。上げていた毛をまた少し下ろして同じようにします。しっかりブラシで解いて毛を取り除きます。上げていた毛を全部下ろして長さを整えてからすいていきます。毛先はがっつりめにすいておきます。アイロンで毛先を内巻きにします。髪全体に霧吹きをして濡らしておきます。きれいに解いてからスプレーを気分でかけておきます。均等に3等分毛を取って三つ編みをしていきます。透明な絡まないゴムで結びます。三つ編みの先の形をすきばさみで整えます。
ワックスを塗って散らばった毛をまとめます。スプレーをしたら三つ編みの完成です。サイドの髪の毛をアイロンをして癖を取り、毛先は少しだけ内巻きにします。ワックスで揉み込むようにし毛をまとめます。スプレーをして整えて仕上げます。前髪にワックスを揉み込んでいき、クシでまっすぐにしてから束感を出していきます。前髪をアイロンで向かって右に流していきます。再び束感を出していきます。スプレーで固めて少し整えたら完成です。今回はこんな感じになりました。ウィッグは結構シンプルなんですが、だからこそちょっとしたこだわりを持ってみました。カラコンも加工前提で選んでみたものになっているんですが、とても加工しやすくて良きでした。加工方法もぜひ参考にしてください。ここまで見てくださりありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。